普通に歩いてます。両手も補正オンです。画面を見る感じは SE の方がブレてない。ピクセルの方がブレてる感じがします。実際これをパソコンで見た時にどうなってるかですよね。撮影が終わった後にどう処理されてるか。ちょっと走ります。さすがにブレるかな。はい、今度はインカメラです。インカメでどんな感じで映ってるか、ちょっと光が乱反射してますけど、これで手ぶれがどうかを確認してます。今歩いてる。画面を見る感じだと両方とも結構ブレてる気はしますけど、さあ果たしてどうなるか。インカメラを外側に向けて撮影してます。これの方が手ぶれ補正がよくわかるんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうか。一応ちょっと走ります。どうだろう、全然見えてないけど。